どうもトレインです。本日もマリオカート実況やっていきます。よろしくお願いします。最初のコースは 150cc のリンリンメトロと、さあ本日もねヨッシー使ってね暴れ散らかしていきます。よろしくお願いします。さあどうしようかな、まあ、リンリンメトロそんなに前へ行くコースではないから、暴れ散らかすとは言ってもまあさすがに高いからねやっていこうかなと思います。さあ後ろ止まりつつ、まあ距離見ながらねお金集めていけたらなと思います。さあまあコインは割とすぐ集まったからいいんだけど、どうしようかな、このスターをどこら辺まで持っていくかなんだけど、まあできればずっとね9位で回しながら上がるのもいいかなって思ったんだけどな、後ろがすんごい離れてるんだよな、離れすぎてるから、まあ、いつ3台打ってもおかしくないんで、まあできれば無敵を回せるようにはしたいんだけど、ちょっとここまで4ぐらいまで来ちゃうとさすがに無敵は回せないので、まあちょっと強気にいってみる強気に2周目の最後に入れてみちゃうか。うん、それでいきましょう。さあトゲゾ飛んできた、まあイカスミもね飛んできたので、これはあ待って待って、まあ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 、これはちょっとしゃあないとして、これはまあまあしゃあないとして、もう無理、そのタイミングはマジで無理、俺が事故ってなかったら入れれてたとかそういう話は一旦なしでお願いします。さあこれはねちょっとお金欲しいんでアウトのねコインを取っていきます。あぶれー、取られたけど、取られたけど近場にはいなそうだから、まあ上は取れるんじゃないかなといったところなんだけど、よいしょ、ジャンプ出して、これやるか、これやりましょう、これやっておいて、さあしっかりやっておいて、1位キンキラでしょ、いやー、しばいていいでしょ、こんなの。やり毒でしかない。やり毒オンドゥービーチですわ。さあ、キラーが上がってきたけど、おー、大丈夫かそれ、ケツ食わないか大丈夫かそれ。いやー、ミドさんはまずくないかそれ。ミドさんはワンチャン刺される可能性あるんだけど、もうここは強気に、もう投げられたらドンマイでいく。さあ、後ろバックスライプ経過して、いいよー、1位オッケー。まあ外皮視力でもね実力でもぎ取りますよ、よーし。はい、ということでね本日も最後までご視聴よろしくお願いします。第2レース行きましょう。さあ第2レース目は SFC のマリオサーキット3、ちょっと高いコース多いな、まあさすがにここもねよいしょ、ちょっと序盤はコイン取ってからね下がっていこうかなと思います。さあまあ緑コーラか、まあいいわ、まあ、どうせここの序盤のコインだけ回収しておけばあとはどうにでもなるんでね。さあ、こっから止まってね。また、打開の準備をね、整えていこうかなと思います。さあ、ちょっと、あ、待って、死ぬ。ミドさんは死ぬわ、危ない。さあ、前がいい感じに抜けてるから、4位ではあるけども、多分ね、いいアイテムがそう出てくれる。こうやって、1位との距離感を見ながら、アイテム交換するのも非常に大事です。これ多分出るな。うん、4だけど出る。はぁ、まあいい。スター出てるから、問題なし売る。さあお金取りたいのでしっかりとコイン10枚にしていくんだけども、こっからなんだよな、こっからまあ回しながら行きたいんだけども、まあ回しますかね。1位が離れてるから悪くないアイテム出るかなと思ったけど、さすがにこれはちょっとよろしくないね。サンダー回避の目は潰しておきたいので、サンダー回避の目潰すんじゃダメだわ。サンダー回避の目は残しておきたいので絶対にアイテムは交換するんだけども、割とサンダー振ったら罪なアイテムが引いてしまった。終わったー、積んだー。うわ、罪なんだよね、これが一番。まだ逆だったらな、キノさんが逆だったらよかったんだけども。まあまあ、一旦ね、アイテム回しますと。いやー、一番苦しい、振ってほしくないところで振っちゃったな。さすがにこれはね、9位割りしてる余裕はないね。1位が離れすぎてるから。オッケー、悪くない。一旦アイテム回して、まあ次のアイテム、スターぐらい引いてほしいな。引いてくれたら、まあ注意で耐えれる未来はありけりかなと思ったけど、これはあ、いや、これワンチャンあるか、これワンチャンあるかワンチャン上位で耐えれる未来があるかもしんない。頼む、耐えてくれ。きつい割には実は意外と耐えれてますよみたいな展開をお願いしたく存じます。おお、耐えた、よく耐えた。2回も回避しなくて逆に4取れんの熱くないかこれ。逆に熱いぞ。さあ3レース目はワリオステイディアム。まあこれはよいしょ、まあ序盤の競り合い勝って前走っていけたらまあ割と理想ではあるが、1位がなんか一番端っこのアイテム取らず、でもなんかイン側が空いてるから、いやーちょっと前行きたかったんだけどめちゃくちゃ押されたな。まあとりあえず前は走れてそうだから、お金だけはしっかり取っておいて、
まあ、ギリ押され合いには負けてはないか。負けてはないが、これは、あー、お金余んないか。いやー、ちょっと待って、誰の緑コーラだったんだ。さ、いやー、まあまあまあ、これはちょっと打開するか。だいぶ弱い形にはなっちゃうけど、まあ仕方ないね。ちょっと序盤被弾しすぎちゃったら。あー、金ゼロ枚でしょ。こっからね、結構みんなもこういう場面あると思うんだけど、まあまずは金ですね。まずは金ですね。金が集まんないんですよね。まあ一旦ね、ちょっとマジで金取らないと話になんないから、ありったけのお金を集めていきたいんだけど、周りの人もお金集めてるから全然集まんないんだよね。さあこれワンチャンね、後ろの人が日野さんの裏にサンダーとか引いてたら嫌なので、一旦回します。さあちょっとキラー早いな、これ。ワンチャンね、サンダーがあってもおかしくないから早めに入れておく。ないか、サンダーないんかい。いやー、まあちょっとなんか、うわー、これ加速出ないのだいぶ弱いな。ちょっと前の人がどっち取るか分かんなくてアウト目で割っちゃったんだけど、まあこれはもうね、割ともう、止まる余裕もないんでね、前が崩れてくれるのをお祈りして、まあ6位とか入れたらなって感じかな。正直弱いね、これは。ちょっとね、前潰してもしゃあないさあるんですけど、まあ一旦時ゾーン投げます。あ、いいね、割とテレサは嬉しいかも。さあ前荒れてくれ。やばい、俺が巻き込まれる。もうそこら辺で巻き込むのマジでやめてほしいんですけど、とりあえずしばいておこう。とりあえず荒らされたのでしっかりとしばいておきまして、さあまあなんとか6で耐えれる未来はあるかなといったところなんだけども、さあキノコ入れちゃって、さあ後ろの人に抜かされるかどうかだけど、まあ耐えて、よっしゃだ。いやー、あのスターに引かれてなければもうちょい上がってないかな。まあまあ序盤で金苦しかったら、まあこうやってね、まあ注意で耐えるのも大事よ。さあ4レース目は悪い字スタジアム。まあああいう風にね、展開的にきつかったり、ちょっと自分のね、まあ、ちまちましたプレイングミスで上取れない時も、まあもちろんあるわけなんだけど、まあやっぱそういう時ほどね、しっかりと落ち着いて、まあ10位ぐらいからだったら取れるかなっていうね。で、ワンチャンサンダーとか食ったら、まあワンチャン1位とか出れたりするかもねっていう、そういうね、組み立てをしておけば意外とね、耐えれることができるんでね、そういうこともしっかりと頭に入れながら戦っていくと意外とね、あの順位は安定するかなと思いますといったところで、ちょっとね、さっきのレース展開振り返り終わって、さあ1位に躍り出てるわけなんだけども、これはもうね、がっつり前出れるで展開引いてるので、まあこのままね、逃げ切っていこうかなと思います。まあ割と序盤でね、キノコ引いてパパッとね、こう前走れる展開が手に入ってるのは美味しいところである。さあしっかりとここもね、ミスなく走っていきます。コインはもう早めに使っちゃって大丈夫かな、これは。さあしっかりとリスクもぶち決めていきます。さあ割と綺麗に決まってんね。これね、実はね、コツがあるんですよね。割と誰でも成功するコツみたいなのがあるんだけど、ちょっと3周目もいけるなら、話していきたさあるんだけど、これあれだね、ラッキーだね、タイヤで消えてくれてる。表は交換しないでおきますか。ワンチャン交換で赤コーラが投げられた時に、表コインだとね、次のアイテム交換で、キノコじゃないな、またコイン引かされちゃう可能性もあるんでね。よいしょ、一旦ここで交換していきます。よいしょ、さあジャンプ出して、いやー、サンダー振った。いやでもね、チビ状態でもね、全然綺麗に飛ぶコツはありましてね。ここね、あのウルトラミニターンを貯めるじゃないですか。あ、ちょっと待って、あ、待って待って待って、なんか思ってんのと違う、思ってんのと違う。また悪い字スタジアムが出た時に荒らすか。ちょっとじらしたよ、じらすような感じになっちゃって申し訳ないんだけど。さあコインヒーター、ただ後ろは相当離れてて、だいぶ狭っ、なんだろう、距離的には近いから、まあ赤コーラそんな投げずに様子見で一旦防御とかで使うんじゃないかな。だから俺にあんま赤コーラ飛んできにくいはずだから、そのまま1位、よっしゃ。わー、割と普通に前走っちゃったな。いやでもあれだな、さすがにじらすのは申し訳ないが、多分2周目の綺麗に行ったタイミングぐらいでテロップでコツ入れてると思うわ。さあ5レース目はまたまたワリオスタジアム。まあ、さっきは割ときつい展開だったからね、ここでよいしょ、しっかり前走らせていただきますか。さあ、あ、待って、ちょっと待って、スタダミスっちゃってるね。そういうミスは良くないんだけど、まあ、キノコを使ってギリ持ち直せてるかな。これは、総力でしっかりと追い抜かしちゃって、オッケーオッケー。追い抜かせてはいるが、これ、イン側刺されて、バナナすりつけられない。大丈夫。
ギリギリ耐えたね。さあ湿気とミニターボも出しながら、待って、ドリフト入ってない。ちょっと走りのガバミスがひどいけど、なんとか持ちこたえてる。オッケーオッケーオッケー。危なー、危ねー、マジでヒヤヒヤするわさあこのミスを取り返すね。走りを 2,3 周目でやっていければなといったところなんだけども、まあこれは一旦散らしますかね。適当に散らしておいて、あ、なんか2に当たってるっぽいな、ラッキー反射で当たったのかな。よいしょ。さあちょっとジャンプアクションがちょっと走りのミスがひどいですよ一旦落ち着いてもろって、さあジャンプ出して、まあ真ん中バナナ置いておきますかね。ダブル取りにくくして、あ、待って、ちょっとマジで走りがひどい。マジで走りひどすぎるんだけどやばいな、これちょっと動画化するか怪しいぞ動画化するかだいぶ怪しい走りしちゃってますよ。さあよいしょ、しっかりと JS ルーム入れておいて、一応赤コーラケアでバナナは交換せずにね走っております。ただなんだろうな、投げてこないあたり見ると、いやでも赤コーラ持ってるんだよな、だから投げてきてもおかしくないはずなんだけど、さあちょっと一番嫌なタイミングで投げられた、壁消しができないタイミングなので、さすがにねバナナで防いでいきます。さあこれは待って、これは赤コーラ投げられてるね。さすがに防いでおくんだけど、ファイヤーバーで軽減はできなさそうだから、まあそのままね最大で伸ばしきってなんとかね耐えていきます。さあここはね2回ミニターボでうまいこと復帰していきます。さあここはさすがにダブル割らないとやばいんで、いやこれはね置いちゃうか、ショートカも怖いからね。さあしっかりと2爆撃しちゃって、まあ3キャラは追いつかれないでしょうと。よし JOK まあ最後のボム置きの判断だけは丸だからちょっと採用しようかなワンチャンあれね、2位がショートカとかしてきてたらね、俺が駆られてたかもしれないから、まあちょっとしたね、攻めも入れていく。さあ6レース目はウォーターパーク。これどうしようかな、初動左端だから左のコインをうまいことミニターボで取って、よいしょ、こうとかどうかな。あ、割と綺麗なんじゃない、これ。この初動綺麗くないかだいぶ綺麗くないかこれ新発見かもしんないウォーターパークの革命起きてるかもしんないこれ早そうだな、初動に1回逆でミニターボ挟んでから走んの。とりあえずコイン足りてないんで、しっかりとコインをね仕入れながら走ってまいります。さあしっかりとミニターボも出して、うーん、まあ表バナナなんで、まあこのまま行きますかね。よいしょ。さしけどミニターボも出しながら走るんだけど、やばいな、ちょっと久しぶりに走るから走り方が若干怪しいんだけども、よいしょ、しっかりと、よいしょ、跳ねないようにドリフトも入れていきながら、よいしょ、ミニターボも出していきますと。さしけどジャンプも出して、うわ、まあ割とちょい雑だけどなんとか走ってる。さあトゲゾウが飛んできた。これな、トゲ軽減もしたいんだけど、後ろがね赤コーラ持ってるのが見えるんで、まあさすがにこれはねちょっと軽減しない方がいいかなと。いやー無理ー、マジでタイミングが噛み合ってる。うわ、相手も取れなかった、終わったガチで終わったいやーこれきついねー。マジで何に当たったか分かんないんだけど、相当きついなー。まだお金あったらよかったんだけど、今の被弾で相当苦しくなっちゃったなー。さあどうしたものか。こうなるとちょっと真面目に8位とかを狙いたいんだけど、さあ落ちてきてくれるかな8位すらも取れなさそうなんだよなまああれ次第ではまあワンチャンって感じではあるか。とりあえずダブル取らないと話になんなそうなんで、強これちょっと早めにキラー入れておきますか。ちょっとよく、いやこれ早すぎたか、入れんの早すぎたけど、いや大丈夫。いやー、疲れた！もうもうさー、なんかトゲゾウ食らってからの避難多すぎなんだわまあ、もう6位ぐらいは取れたかもしんないけども。きっつー、マジで。さあ、7レース目はモーモーカントリー。もうさっきみたいなね、地獄の避難祭りを。よいしょ。まあ、食らってから、しっかりとね、もう一回ね、上位を狙っていきます。まあ、被弾はね抑えれるか抑えれないかで言ったら割と抑えれた部類ではあった気がするんだよなーっていうのも、まあちょっとね緑コーラ吸ったのは痛かったんだけど、なんて言うんだろうな、連続被弾はなんか抑えれた気がするんだよな。ちょっとなんか難しい話ではあるんだけど、やっぱこう人が通る道に自分がねいるとどうしても、あー無理、そのミドさん、やっぱ被弾するリスクって高まっちゃうから、まあそういう意味では真ん中の方とか走りすぎちゃってた感はあるからね。それでまあ被弾は抑えれてたかなって感じなんだよね、端っこに寄ってたりすればね。うん、
まあそんなところはねいいんですよ。しっかりとみんなには1位を見せていきたさはあるが、この展開も正直厳しい。前がミノさんでな、金持ってなさそうなんだよな。キノさんは悪くないな。まあ初等化で前詰めるときに使っていきたいんで、まあしばらくは保持かな。前のミノさんも怖いんでねと言おうとしたらサンダーが降ってきてしまうと。まあ、とりあえずお金だけしっかり集めて戦える準備だけはするんだけど、まあこれ4とか3かな取れても。普通に強くて強すぎワロタで、さあどうしようかな。これはショート化行きたいのでしっかりとショート化行きつつ、いやーダブル余るんかよ。ダブル余るなら先に言うてくれよ。さああとは前が争ってくれたらワンチャン、まあおお、なんか争ってはないけどしっかりと総力で1人抜かしきって、いいね、耐えたねこの際。こういう土壇場のね総力でしっかりとね1個でも順位上げるんですよ。いや熱っこれ。まあ相場5だったからね、この3位は割と儲けの3ではあるわ。さあ8レース目はワリオスノーマウンテン、よいしょ。もうこのコースでこんにょり鬼舞してね動画締めていければなと思います。さあ初手ミニターも貯めちゃって気合で前出れるかな。おしおしおし、金3枚熱い。さあこれはちょっとね無理やり前に出て、うまいことね1位を走っていきます。いいね、多分ミニターも早出ししたおかげで1位の人に追いついて、まあそれでラグタックルで勝ってるって感じかな今のは。よしよしよし、まあ、こういうね普段とは違うね走りをすることで、まあタイミングか、普段とは違うねミニターボの出し方とかすることで、まあ割とね駆け引きができたりっていう、まあかなり上級者プレイにはなるんですけど、まあこういう駆け引きもありますよと。割とねこれ上手い人だったらね使ってくることもあるから、まあなかなかそういう対処もね難しかったりするんだけども、まあ今回は割とね綺麗に決まりましたね、やる側としては。さあこれはねあの真ん中のとこ行かない方が早いんですけども、これはねちょっと急遽トゲゾウが飛んできてるので、まあさすがに真ん中飛んでグライダー軽減でかましていきます。さあコインはすぐ使っちゃって、まあ2位がねキノコでしょ。キノコ持ってるんだったら、あなんか事故ってるね、事故ってるんだったらそのまま最速で走っちゃおうかな。さあバナナ熱い。まあこれでダブル防御完成したのはあとは守って勝ちかな。さあここもねダブルアイテム取る必要ないんで最速でしっかりとね走ってまいります。ちょっとジャンプアクション透かしちゃったけど、さあこれはね赤コーラね赤さんケアでしっかりとねあのダブル防御あるからといってあの油断はしない、しっかりと消せるもんは消していく。やっぱこれがお、ほらほらね消して、はい、うまい。しっかりと消せるもんはね、全部消して、勝ち筋をしっかりと掴み切る。よーし、中央系。まあ、このね、うまい駆け引き、もうこの確実にね、勝利を取る姿、すげえと思ったらぜひともご評価とチャンネル登録ポチッとね、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。